4月3日月曜日の全国の天気をお伝えします。日本列島は高気圧圏内となり、新年度のスタートは晴れて日差しの届くところが多い予想です。西日本の太平洋側、紀伊半島などでは一部午前を中心に雲が広がって雨の降ることがありそうです。ただそのエリアも次第に天気は回復していく予想です。沖縄も日差しが届きますが、変わりやすい空、雨の降ることもありますので、空の変化お気をつけください。その他のエリアでは安定した晴天続いていきそうです。そして気温も全国的には上がり、20度を上回るところも多くなりそうです。北日本では桜の成長も進み、東日本や西日本では満開、また花吹雪の桜も楽しめそうです。ただ朝晩はひんやりとしますので、1日の寒暖差、体調、服装でうまく調節を行ってください。また花粉の飛散量も多くなる予想ですので、しっかりと対策を行いましょう。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。